冬を代表する海の幸、牡蠣がシーズンを迎え、その水揚げが相生市で始まっています。牡蠣の養殖が盛んな相生市の相生湾、2キロほど沖合に並べられた180台ものイカダに吊るされたロープを引き上げると、1本につきおよそ300個から400個の牡蠣が現れます。水揚げされた牡蠣は港近くの加工場で手際よく殻が外され、大きさごとに選別されていきます。熱を加えても縮みにくく、甘みもあり濃い味わいも人気の相生の牡蠣。今年は台風の影響がなく、適度な雨が降ったため生育も良いということで、漁協では700トンの生産を見込んでいます。今年の牡蠣はどんな感じですか？もう見入りはええわね。見入りは例年よりは見入りはええ。これがだんだん冷え込んでったら身も詰まっていくから美味しくなります。関西を中心に出荷される相生の牡蠣は来年の春先まで水揚げが続きます。